どうもレオです。ポチです。サカツクロードトゥーワールド、今日は雑談をやっていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ちょっとした報告動画です。報告？はい、ついこの前まで来てたレジェンドマッチ、あんだけなんかガッツーゾのことを言っといた、お前はじゃあ どこまでやったんだと、はい、いう話もあるでしょうよと、うん、あんだけテンション高くこれ刀剣とかそういう意味なんすよみたいに盛り上がってたこの私が、はいはい、それはもちろん長いな。ロードはどうした？はい、来ました。いっぱいごちそうのごっつーの、ごっつーぞがいっぱい6人揃ってごっつーぞってことで、6つ子です。でなんでこれ6つ子にしていくかっていう話ですよ、はい、限界突破5回なんですね。おーってことなんで、無事、まあ、まだ今全部やって育てきれてないんですけど、はい、っていうのがまだね、あと1個だけ専用コーチがいないんで、やれてなかったり、まあやれるはやれるんだけどね、ご報告も兼ねてという感じで、はい、無事ごっつーぞは完走でした。よかった。ただあれだったね。皆さんどうだったか分かんないですけど、相手のミラン結構強かったっす。あ、強かったんだ。うん。じゃあ大変だった。なんかすごい前回の動画の時に、いやこれカウンターのスリリング3がいいんですよみたいなこと偉そうに言ってて本当申し訳なかったんですけど。うん、勝率ね、多分ね7割ぐらいだった気がする。めっちゃ偉そうなこと言っていて、そうこれでいけるっすよって言ってたけど、いやでも多分みんなそうだったと信じたいっていうぐらい、うん、強かった。あのね、カカとインザギにちょろっと1点取られるとか腹立つって思いながら回ってました。であと、はい、やっぱりスタミナ回復薬結構使いましたね。あ、うん、まあ、やっぱり24時間張り付いてやってるわけでもないので、これ全員6体揃えようと思うと、やっぱりね、勝率安定してる人はもっと少なくスタミナ消費回れたのかもね、って思うんですけど、まあ、それでも7割ぐらいは勝ってたから割と効率が良かった方なんじゃねえかなと思ってますけど、はい、って感じですね。っていうのがまずご報告と、はい、あと今はまあ新しいガチャ来てはないんですけど、ちょっとねアップデートで来てるガチャはね、このこれかな、確か、あの4月1日から、はい、もうすぐだね、スーパースターフェスボリューム11、でね、これね、来月4月にサカツクロードトゥーワールドはおかげさまで1周年を迎えます。1周年を迎える4月1日0時からボリューム11を開催いたしますって言って、嘘じゃない？4月1日だから。そう、それもちょっと気になるんだけどね。でこれサネとかさ、嘘なんじゃない？エイプリールフールなんじゃないの？そう、ベルナルデスキとか全部嘘だわ。バスケス、オタメンディ、デフライト、なかなかいいメンツではあるんですけど、これあれですよ、今までスターフェスってあんまりキャラクター出てこなかったんですよ。紹介が事前にされてなかったんですよ、でここに来て紹介をされ、いつも3人しか出てこない新キャラが5人になり、だからガラッとな変わるんじゃない、変わるっていう風にしてるじゃないですか、これあえて言っときます、罠です。罠です。ここで、いっぱい出して使わせといて、後ですげーの出る1周年に、おそらくまた1周年になった日に来ます、来なかったらどうするの？来なかったらもう責任重大だよこれ。来なかったら謝罪動画を出します。でも前に話した通り、僕の予想ではメッシがプレースタイル神っていうことが来るので、それを信じてはいるんですけど、はい、まあでも多分10連ぐらいはすんのかもな、結局回すんのかい、結局僕の場合バカだからね、回しちゃうんですけど、目先にこんなもんぶら下げられると、てか両サイドウィングがね結構ね、
このベルナルデスキとサネは僕結構好きなんですよ、単純に、うん、天才の系譜とかずるくない？最速の翼とかさ、そう、ね、レッドブルでも飲んだんかって話なんですけど、あんまりサネ最近、まあでも最近ちょっとまた持ち直してきたのかな。この人はあれですよ、ワールドカップ絶対当確だって言われてギリギリで外されちゃって、ちょっとめっちゃいい選手なんですけどね、うん、っていうのがいたりして、まああとはエイプリルフルだからワンチャン嘘かもねって思ってはいますけどっていうのがありますよっていうので、まあそれはそれで回しましょうかねとは思ってますけど、うん、はい、でこれなんでこんな奴らが今チャラッと出てきてるのかっていうとですね、はい、今またワールドツアーが始まってるんですよ、うん、でスカニーでアルゼンチンの、多分これアルゼンチンの代表監督だった気がするけどな、名前忘れちゃったけど、うん、でここにね、この必要プレースタイルにずっぽしハマってます、ほう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 、彼らは、うん、基本的に、うん、まあ、レジスタぐらいかな、いねえのっていう気がしています。でそんで今回の効果自体がコンボやるとパスとパスカットとドリブルとマークが最大 80% 強化、うんうんうん、であと消耗戦、まあ、この前のあのチッチと一緒でスキルセットと戦術が全部揃ってた場合は、うん、まあ、こういう風に消耗系のスキルがパワーアップするよっていうやつなんだけど、はいはいはい、まあ、さっきの出てきたあのフェスの選手たちは消耗系のスキルはあんま持ってなかったので、うん、まあ、噛み合ってるような噛み合ってないようなみたいな気は若干するかな、はい、まあ、ただカウンター系としては強いんじゃないかな、うん、うん、ただなんであのミランの試合の前に出してくれなかったのかなって悲しいなって思ってたりは、うん、若干しますけど、はい、まあそれはそれとしてっていう感じで、うん、であともう一個ね、これちょっとみんな分かってくれるかなっていうか、僕個人としてはすごい嬉しかったなって思ったことがあって、うん、今回のこのワールドツアーって、前ちょっとなんかワールドツアーの回り方ってこんな感じがいいっすよとか、回った方がいいっすよみたいなことを話したと思うんですけど、はい、僕も今回ってる最中なんですけどね、うんうん、まだそうだね。でこれね、結構アップデートで地味にみんな嬉しかったんじゃないと思ってることが一個あって、はい、これこういうの一個やっていくとね、うん、ここにさ今ミッションで出てるじゃん、うん、星5の選手を4人以下にしてねとか、この監督使ってねみたいなことを求められるんですよ、うん、はい、でそれに合わせてやっていくとどういう風になるかっていうと、うん、まあ僕の場合で言うと、はい、まあみんなそうだと思うんだけど、こうやってデッキ今4つあるわけですよ、うん、組めるデッキってね、切り替えられる、切り替えられるデッキがね、うん、4つあってその中の1個とかをこうやって崩さないといけないんですよ、うん、こう星5の選手が4人以下になるようにみたいな風にするんですよ。でこれすると今度ね、毎日ね、うん、あるこのアリーナで戦う時に、うん、このアリーナってまあ PVP みたいな感じになってるんだけど、うん、そこはさ、もうガチパで行きたいじゃないですか。そうだね。で、かつめんどくせえから、うん、本当だったらまあ相手の、まあ人によっては本当強い人はもう一個の戦術でいけるんだろうけど、各戦術で一個ずつこうやって強いデッキっていうのを作っといたりするもんなんですけど、うん、はい、それが崩されちゃうんですよ、うんうん、これが非常にめんどくさかったんですよ、うん、直したワールドツアーって1日じゃ回りきれないから、うんうんうん、また直してはまた直してアリーナに行ってみたいのを、うん、これ見てください、このプリセットっていうのがあって、はい、ここにね2つ保存できるようになったんですよ。うーん、親切で、今僕1から4までのやつで、今回今これを1回保存するじゃないですか、うん、とこの今ここに今この今の4つが保存されてるんですね。うん、でこの1の方で呼び出しっていうのをすると、うん、なんとね、
こうやって、うんうん、アリーナ用とかにこうやって戻せるんですよ。いいね。戻せて、またじゃあワールドツアー戻んなきゃなってなったら、またなって、またこうやって戻せるわけですよ。いいね。これ結構僕の中ではすごくありがたいアップデートでした。まあね、大変だもんね。そう、あの控えの選手とかも育成用とか組んだりすると思うんで、うん、はい、これは結構ぜひ皆さん有用に使っていただけたらなと、うん、僕なんで僕どの立場で言ってるのか分かんないですけど、ね、作った立場だったよ。そう、でもこの気持ちはみんな同意してくれる人もいると信じてる、うんうんうん、本当にね、なんかね、どんどん使いやすくなってとか遊びやすくなってて嬉しいね。嬉しいです、うん、で、多分また前話さっき話した通り4月1日のガチャ、フェスのガチャに関しては僕回すつもりなので、はい、その時に前と同じようにワールドツアー多分最後まで一旦回れてる気がするので、はい、今ハードの3まで来てるんで、うん、なのであの効率のいい周回というか、うんうんうん、なんかまた例によってフィーバータイムきっと発生するんで、はい、その時の答えってこれですよみたいなことは皆さんにもお話できるかなって気がしております、はい、うん、なんでその時はガチャ回そうかなと、うんうん、思ってますよ、はい、ってとこですね。はい、まあ今日は本当にガチャを回さずこんな感じで雑談してみましたみたいですね、はい、まあ、とにかくちゃんと僕はガッツーズを取った強くするっていうことはもうこれから頑張るんで、はいはい、カゼミーロとガッツーゾが回る、ガッツーゾが並ぶっていうなかなかかなりあのゴリッゴリの汗かき役がくっつくフォーメーションになってくんじゃねえかなって気がしてるから、うん、ちょっと攻撃力は不安ではあるけど、うん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 、まあ強いですよ、怖いしね、うん、うん、いいと思う、はい、って思ってます、はいはい、じゃあまたぜひ次のねあのフェスでフェスのガチャの時の動画でお会いしましょうって感じですかね。はい、はい、じゃあ今回ここまでです。最後までご視聴いただきありがとうございます。よろしかったら高評価チャンネル登録していただけるとすごく嬉しいです。では次の動画でお会いしましょう。またねー、バイバーイ。